いつもよりクオリティやばいな。おはよう。今回はエッセンシャルグラフィックスとテキストの装飾について説明しますよ。3分で簡単にお伝えしますので楽しみにしていてくださいね。まずプレミアプロのエッセンシャルグラフィックスとは、プリセットやエフェクトを使用してテキストやグラフィックスを簡単に追加できる機能です。エッセンシャルグラフィックスパネルでは多彩なデザインのテンプレートが用意されています。テンプレートを選び、シークエンスにドラッグ&ドロップするだけで素敵なテキストやグラフィックを簡単に追加できますよ。次にテキストの装飾についてお伝えします。テキストを選択すると、エッセンシャルグラフィックスパネルで様々な装飾や効果を追加することができます。例えばフォントや文字の大きさ、色などの基本設定はもちろん、影の追加やアニメーション効果の適用も可能です。やばいな、どんどんクオリティが下がってる。さらにテキストの位置や回転、スケールの変更も行います。これによりテキストをシーンに合わせて自由に配置することができます。これでエッセンシャルグラフィックスの見方とテキストの装飾についての解説は終わりです。次回の動画ではさらに高度なテキストの編集やエフェクトの応用方法を詳しく解説していきます。ぜひお楽しみに。これで第4話、エッセンシャルグラフィックスとテキストの装飾の解説は終わりです。ご視聴ありがとうございました。